最高峰6番の重富浩介と変わりなく、残りは2周回を切って1コーナーから2コーナーへと向かっていきます。このまま5番の石井博樹がかける流れになっていきそうではありますが、後方短期の選手の格乱は果たしてあるかどうか。まだ誘導員は残った状況です。5番の石井博樹が先頭の位置、マーク1番の青山幸男、7番の鈴木哲也とここまでが東のライン、4番の匠正信4番手、ジャンの4コーナーで誘導を外れて最終周回と向かっていきます。短期3選手後方動きなく、最終周回1コーナーカーブです。先頭5番の石井博樹、マーク1番の青山幸男、3番手は7番の鈴木達也、そして4番手には4番の匠。まだ後続はただ1本です。後続誰もまくってはいけません。3コーナーカーブへと向かっていくところで、先頭5番の石井博樹、回ペース、マーク1番の青山幸男、果たして逆転はあるかどうか。4番手からは4番の匠、追い込んでくる直線コース、先頭5番の石井が押し切りました。2番がスタート頑張ってたんで、5番手入ってるなと思って、そしたら動かないのかな。でだけど行くなんて絶対無理して、どんどんかかっていっちゃって。新人ってすごいです。全部スタート取ってくれて、全部やってくれたんで、一号分けて、もう様様で、3番の人が前取ってきそうな感じだったんで、このスタート回数多かったんで、まあ、青山さん取り行ってくれるって言ったんですけど、まあ、一応自分も出てて、しっかりエース取って。まあ、誰も来なかったんで、まあ、そのまま、まあ、青山さんに逃げちゃったのも、まあ、ここからと思って逃げてたんですけど、どこから踏んだの？本格的に。そうですね、まあ、バックで1回踏んで、コーナーの、コーナーでちょっと流しつつ、まあ、流しつつというか回して、それで、はい。まあ、誰も来なかったんで、そうですね。なんか後ろちょっと、ノーシャつけてたんですけど、あんまりラインは生かした競争はできなかったんですけど、まあ、いや、でもしっかり先輩方4人後ろつけてくれたんで、あ、まあ安心してホームで出ましたね。